こんにちは、モノクリームです。今日はですね、ソニー α7S で撮った写真をちょっとご紹介したいと思います。で、なんでいきなり α7S かっていうと、まあ先日も動画上げたことあるんですけど、まあ未だに欲しいカメラってことで、ライカの M-20 とソニーの α7S を上げたんですね。で、僕のソニー α は α7S、が1台目で、その次に α7S3、その次に、この FX3 ですね。なんですけれども、7S やっぱり良かったなっていうのがあって、まあ鈴木慎さんがずっと 7S って言ってるのもあるんですけど、その影響もかなり大きいんですが、まあやっぱりめちゃくちゃコンパクトで、1200万画素しかないけど、むしろそれで良くて、めちゃくちゃいい描写すると。で、まあ、ベイヤー配列っていうのか RGB のセンサーの配列がちょっと他と違ってるみたいで、グリーンがちょっと多めだっけな。なんか、グリーンに特性があるような感じって言われますよね。つまり、まあ、取っ手出しで赤みが弱いというので、ちょっとグリーン寄りになってるので、まあ、その、描写がナチュラルっていうかトーンがすごい見たまま映ってるっていうのかな。赤、で誇張されてないっていうかそういう感じがあって、確かに僕もそう感じるし、いいんですよね。で、iPhone のフォツとかって過去の写真がふと出てくる時あるじゃないですか。で、あ、いいなと思ったら、それは α7S で撮られてたりとかするんですよね。で、データ整理してても、過去に撮った動画なんですけど、7S で撮ってて、めっちゃよく撮れてるんですよね。色がめちゃくちゃ綺麗だし、トーンがすごい自然で、ニュートラルだと、いうのがあって、まあ、動画で言うと、その手ブレはするし、あと、USB-C 繋げられないんで、とか、まあ、いろいろ、欠点は今となっては欠点だらけなんですけども、ただ描写はいいよなと思っています。で、まあ、7S で撮った写真結構あるので、それをちょっとこっちの方に流しながらお伝えしたいんですけども、こっちか。で、そうですね。レンズはいろいろ使ってました。はじめ 2470F4 のサイズのレンズとか 35mmF2.8 のサイズとかをはじめ持ってましたね。でそこから 2405 の F4 を買って、それはまあ未だに妻が使ってるんですけど、あと GM が増えてきまして 24mmF1.4GM、 あと 35mmF1.4GM、 50mmF1.4GM ですね。で、 G マスターのレンズはまあ未だに持ってまして、で、シグマの E マウントレンズも買ったりしたんですけど、2870F2.8 とかですかね。ただまあ気に入って使ってたんですが、ちょっとやっぱ僕シグマのレンズって、もう一声、もう一息みたいなのがあって、手放しちゃうんですよね。結局手放したんですけど、あとは、その、北斗レンダーから出てる、M マウントに変換するやつ、アダプターですね。それで、α7S に、フォクトレンダーの VM なんとか、アダプターかな。で、ライカレンズ、M マウントレンズつけると。いうのが、かなり最高なんですよね。っていうのがあって、めちゃくちゃコンパクトなフルサイズ機。で、色もいい、描写もいいっていう感じなんですよね。で、未だに欲しくなるんですけど、確かもう3年ぐらい前に手放しまして、当時、新品でまだギリギリ売ってる時期で、4年前だったかもしれないですけど、当時確かね、新宿にビックロっていうね、ビックカメラとユニクロの、合弁っていうか、そういうお店があったと思うんですけど、そこで買ったんですよね。多分もう、運よく在庫が見つかったっていう時期で、もう 7S3 も出てまし
たかね、出てたかな、出てなかったかな、出る前かな、うん、だったんですけど、7S 買いました。18万ちょっと、19万ぐらいかな。で、わ、すげえと思いながら使ってましたね。うん、で結局、10万ぐらいで手放しちゃったんですけど、今また値上がりしてるみたいで、中古で探しても12とか、状態のいいのだと15、6してますよね。なんで、もっといてもよかったかなと思ったりしたんですけど、ただその時は、まあ映像に結構ハマってたんで、映像だとちょっとまあ、手ブレ補正がどうとか、まあ いろいろあって、まあ手放しちゃったんですよね。で、7S3 買ったんで。うん。で、なんかあったら、α7-4 が出たら、7-4 買おうかなとか、その当時は思ってました。ただ7-4この間触ったんですけど、まあやっぱでかいですよね。まあスタンダード機で、バランスはいいんですけども、ボディ自体、まあまあでかいと。いうので、まあ 7S はやっぱり、恋しいなっていうのが未だにあって、結構その波は、まあ定期的に来るんですけど、ただまあ、はい。で、あと、その、35ミリズミクロンの修理費が12万ってことがあって、まあそれ修理費出すとなったら α7S 買えるわっていうのもあって、改めて、ちょっと 7S をですね。ただ、はい。で、改めて 7S をですね。まあ、ちょっと探してたり、探してなかったりします。まあただ、まあいろいろ Q3 だったり、まあハセルブラッドだったり、まあいろいろ買っちゃったんで、まあ、はっきり言っていらないんですけども、なんか 7S が欲しいっていうのはなんかね、こうだから欲しいっていうのじゃないんですよね。なんか欲しいみたいな。理由は説明できないんですけど。まあそんだけセンサーがやっぱいいんでしょうね。センサーがいいから写りもいいし、撮り回しもめちゃくちゃしやすいというのがあると思うんですけど、あとバリアングルじゃなくティルトっていうのもね、写真だとめちゃくちゃいいし、っていうのがあるんですよね。はい。というわけで、まあ、7S の写真、ちょっとどこまで現像できるか、まあ現像大体してるんですけど、古い写真ってライトルームで、動機がなんか、オフになっちゃったりするんで、また現像し直すのか、ちょっとわかんないんですけど、まあ、なるべくちょっと整理して、今日はご紹介できたらなと思います。はい。というわけで、ご視聴ありがとうございました。